が取れればいいですけど、横が今年入ってきたのが7月の24日で50歳になって途中参戦です。伊沢さんがまだ深夜で1勝っていうのがね、少ないですよね。その通りですね。これいいんじゃないですか。いいバランスに見えましたけど、さあ着弾もいい、ランも出た、距離も稼いでる、だいぶ出てますねこれ。これはもういいですね。すごいすごい、ウェッジポンって感じ。